はい、さい。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラヤイビン。本日は、5月の1日に、なりまして、今日の収録日ね、5月1日に収録する動画ということでね、最近部屋の中とかでね、撮る動画が多かったので、開放的な気分をですね、皆さんに、味わっていただこうと思いまして、急遽ですけれどもね、県総合運動公園でね、車を止めて今動画を回しておりまして、先ほどまでね、この T シャツのデザインでもあります、そして僕のね、T シャツもね、モデルにもなっております、北中城村にありますですね、自家焙煎コーヒー豆丸さんに、行ってきたんですよね。ということで急遽ですね、ここで外で撮ることにしたので、このスマホを立てる台がないので、このねカップをですね、後ろに、スマホの後ろに持ってって、この立ててみようと、そっから喋ろうというふうに思いますので、大丈夫かな、立つかな、あ、大丈夫です。はい。山田バサラヤイビン。皆さん、5月入りましたけれども、いかがでございますか？絶好調ですか？ね。絶好調でも、絶好調でなくても、いつでもですね、皆さん、僕の動画のように、サラバンジというふうにですね、叫んでください。そしてゴールデンウィーク、皆さんどのようにお過ごしでしょうかね。このね、ゴールデンウィーク期間中ね、というかここ最近なんですけれどもね、個人的なことなんですけれども、ちょっとプチトラブルとか、僕のミスとかね、勘違いとかね、そういうのがね、ずっと毎日続いてるんですよ。そんな大きなですね、なんかこう、すごい自分が大きな、なんかこう、被害を被るわけじゃないんだけれども、本当にね、ちょっとしたですね、地味なね、なんかこのマイナスなことがですね、毎日続いてるんですよ。今日だとですね、借りていた DVD なんですけれどもね、ゲオさんで借りている DVD って、今ね、僕が借りてる合わせ店はですね、2週間ね、レンタルできるんですよ。旧作だと110円で、2週間。で、僕、旧作だと思ってですね、借りていたですね、とある DVD がですね、純新作だったことを今日気づきましてですね、なんと1週間延滞していてですね、1800円ぐらい延滞金取られましてですね、痛かったですね。それで昨日はですね、ちょっと仕事でですね、深夜にですね、ちょっとまあ、あんまり個人情報で言えないんですけど、ちょっとね、こう、深夜にですね、とある出来事があってですね、うわーと思ったんですよね。昨日は仕事でありました。その前はですね、まあちょっとまあ言葉にするとちょっとね、警察の方に厄介になることがありましてですね、大したことじゃないんですけどもね、そんな笑えるぐらいの範囲なんでね、でも、とにかく続いてるんですよ。とにかくね、毎日、なんかマイナスと思えるようなことがね、続いてるんですよね。まあでも、こう、笑ってられるじゃないですか。で、そういう時にですね、僕自身がね、最近思ってることはですね、そういう、こう、なんかトラブルとか、マイナスとかに、ね、事故に思えることっていうのが、
実はあの歌うたいの僕にとってはそれがあの栄養になるんじゃないかっていうようなね、気がね、気がじゃなくて 気がするんじゃなくて、実際そういうもんなんだなって思うようになったんですよ。例えば昨日だと、まあ、ちょっと深夜にね、とあるトラブルがあってねっていう時に、なんかそれをですね、なんか例えばブログに、まあ、僕はブログやってないですけれども、なんかフェイスブックに書くとか、何か X でつぶやくとか、愚痴をこぼすとかね、そういうので収まらずに歌にすればいいんですよ。歌にね、そういう風になんかちょっとこう、なんか特別なこ、特別ななんかちょっとこう、なんか変わった出来事ねがあった時に、それがなんかこんなちょっと嫌な思いしたとか、こんな嫌なことを一言言われたとかっていうのを、なんかあのマイナスと思わずに、あ、なんだ、歌のネタが一つ増えたなとかね、そういう風にね、思うことでね、あのこうマイナスに思えることも実はあのまあプラスマイナスゼロっていうか、もっと言えば自分の歌にとってはすごくプラスになる出来事っていう風に思えるんじゃないかなと思うんですよね。だからこう人間ってさ、なんかこうね、毎日毎日こうトラブルがね、なんかこう続いてる、多分人間ってそういう時期ってあると思うんですよ。なんかちょっとあのなんか、あ、なんか人となんかこう人とうまくいかないなとか、ちょっとこう仕事でこういうなんかこう、突拍子もないことが起こるとか、なんかちょっとこう警察沙汰になるとか、そういうのっていうのがこう前に続いてる時っていうのは、どっかで自分の気持ち的には嫌だし、なんかこうマイナスのことが続くと、なんか続くなーとかっていう風にちょっとね、後ろ向きな気持ちになりがちじゃないですか。でもなんかそういうのを全部歌にするね、しちゃえばですね、ゆくゆくはですね、皆さんも楽しんでもらえるし、僕にとってもね、いいね、このお金になるしね。だからそういうことだと思うんですよね。だからみんなこう、人間って多分いろんな波があると思うしね、こうやっぱり、僕も最近思うことは、例えばこうそんなに詳しくね、その陰陽五行とかさ、禅の世界とかさの深く学んでるわけじゃないですけれども、ただなんかこうほんの少しでもかじって本読んでると、そういう目に見えないこうリズムとか陰陽五行の世界とか宇宙のね、そういう真理みたいなものっていうのはきっとあるんですよ。だからそれに逆らうんじゃなくて、そういうね、ちょっとこうトラブルが続く毎日の時こそいいものがね生まれるっていう風に思えたらですね、それもまたですね、いいんじゃないかっていう風にね、僕は思ってます。で、逆にそう思うことでまた回復していくね、それを自分の中でなんかこう無理に解決しようと思うよりも、それを受け止めて、それをまた自分の中で吐き出すということをですね、繰り返す作業っていうのは大事なのかなって、特にこう歌を作ってる人間の僕にとっては大事だなっていうふうに思って、全部歌にするぐらいの心意気ですね、やっていこうというふうに改めて思いました。皆さんもきっとですね、それぞれの、こう仕事とか生活とかパートナーとかの中での、このリズムとかね、こういうマイナスなことが起こった時のなんかこう自然に解決していくやり方ってあると思うのでですね、きっとですね、悪いことっていうのはないというふうに僕は、思うようになりました。はいね、今日もそうですけれども、スマホの台がなかったらね、何か別のものでね代わりに立てたらいいんですよ。なんかちょっとこのなんだろうね、なんかちょっと哲学的なことを言ってる気になりますけれども、でもそういうもんだと思うんですよね。何かあるんですよ、解決できることは。それは難しいことじゃなくて身近にあるんですよね。そういうふうに思いました。はい、ということで今日は久しぶりに外からですね動画を撮ってみましたけれども、はい、山田バサラ、今月はですね、バサラテ音楽会、あります。これは自宅でのライブですので、情報は住所は載っけてませんのでですね、興味がある方は、僕の SNSX とかね、インスタグラムの DM からですね、見たいとかね、行きますとか、なんか質問とかあったらお問い合わせください。そして
はい、5月の23日は大交流会ということで、木田瑞希さん、比嘉義弘さんとですね、やります。ぜひですね、この日このスリーマンめちゃめちゃ個人的にすごいなっていう、これで1500円ってすごいなって僕は思ってるんですよ。ぜひね、皆さん会いに来てください。はい、改めてですけれどもね、トラブルはトラブルじゃないね、トラブルは自分の栄養になる、ね、一つの何でしょう。うまく言おうと思ったけど。はい、ということで笑顔でね、毎日過ごしていきましょう。はい、今日も一日サラバンジ。